プロツアー横浜チキチキビデオカバレージ、さあいよいよ待ちに待ったプロツアー横浜が始まりました。このビデオカバレージではですね、プロツアー会場からさまざまな情報を映像で皆様のもとにお届けしたいと思います。さあ今回ですね、プロツアー横浜のレギュレーションになっておりますのは、時の螺旋のブロックを使用しました。ブロック限定構築、デッキに入るすべてのカードを時の螺旋と次元の混乱から選択してデッキに投入しなければなりません。さあ、ですね、事前にマジックオンライン上で行われましたプレミアイベントでは、トップ8のうち8人すべてが白タンになってしまうなんていう状態もあったわけですが、今日実際にですね、会場の方を見渡しますと、それ以上に目立っているのが青黒のコントロールデッキです。そして青黒のコントロールデッキと白タン、それを追随する形でアメリカ勢を中心に使われている赤タンですとか、赤緑のステロイド形式といったものが2グループを形成しております。さあ本日行われるのは8ラウンド。この8ラウンドをですね、5勝3敗以上でくぐり抜けたプレイヤーだけが明日のデイ2に進出することができます。さあ本日の結果どうなるか、まだまだ予断を許しませんですね。このイベントカバレージと私のビデオカバレージで随時情報をお届けする予定ですので、ぜひとも続けてご覧ください。さあ次回はですね、明日の夜、夕方8時に予定されておりますウィザーズのスペシャルイベントの秘密に迫る予定です。ぜひそちらの方もお楽しみにしておいてください。それではまた次のビデオカバレージで。ではね、yeah.